日程第2、意見書第1号および意見書第2号を議題といたします。事務局長をして議件を朗読いたさせます。事務局長。はい、議長。朗読いたします。意見書第1号、核兵器禁止条約への署名と批准を求める意見書。意見書第2号、安易な種苗法改正の撤回を求める意見書。以上。まず意見書第1号について提出者から提案理由の説明を求めます。16番小牧一美さん。それでは私は意見書第1号、核兵器禁止条約への署名と批准を求める意見書に対して、提案をさせていただきます。本意見書は、国枝俊孝議員、藤原博美議員、両氏の賛同をいただいております。今年ももうすぐ8月がやってまいります。原爆が広島、長崎に投下をされて、75年目の夏です。守山市では毎年8月6日平和の集いを行って、平和の祈り像、広島原爆石、長崎被爆2世柿の木の前で広島の原爆投下時刻に合わせて黙祷をし、小中学生や市民の皆様が折ってくださった折り鶴を見学し、みんなで平和の祈りを捧げています。守山市議会では昭和63年に12月22日、のどかな田園都市守山、平和都市宣言として議会決議を挙げられました。そこにはこう書いております。私たち守山市民は、人類の恒久平和を実現するため、我が国の基本方針である非核三原則を堅持し、世界連邦平和都市とともに、核兵器の廃絶を目指し、核戦争防止を強く訴え、ここにのどかな田園都市守山を平和都市とすることを宣言しています。被爆者や戦争体験者が減少する中、私自身も直接戦争を知らない世代ですが、だからこそ戦争の悲惨さを知り、語り継ぎ、決して再び戦争の惨禍の起こることがないようにしていかなければなりません。世界で唯一の被爆国として、原爆の恐ろしさ、非道さを体験した国として、国連が採択した核兵器禁止条約が一日も早く発効されるように、日本政府は核保有国に対してきっぱりと核廃絶を求めていくべきです。平和を願う子どもたちに対しても、この条約に背を向ける日本政府の態度は、あまりにも無責任、理解しかねる態度と言わなければなりません。今、日本の各自治体でも、この条約に調印批准を求める声が大きくなっています。岩手県では、今年3月で、県内すべての市町で、市町村で、核兵器禁止条約への参加署名批准を求める意見書を、すべての市町で採択をしています。6月24日現在、福島県の浪江町議会が意見書を採択して、全国で今は452の自治体が意見書を採択しています。ぜひ、ここ守山市議会でも、この意見書を採択していただき、現守山市議会議員として、核兵器の廃絶に世界が救うべきという意思を、みんなで表明していきたいと思います。では、本文を読み上げさせていただきます。核兵器禁止条約への署名と批准を求める意見書。広島、長崎への原爆投下から76年目の今年は、75年目の今年は、NPT 再検討会議も開かれ、核兵器廃絶への前進が期待される年となる。来年1945年8月、広島に、長崎に、それぞれ一発の原子爆弾が投下され、
罪のない多くの市民の命が奪われ、町は破壊され、生き残った被爆者もその傷と後遺症に苦しみ続けてきた。被爆者は長年にわたり、その筆舌に尽くしがたい体験を人々に伝え、核兵器が人類と共存できないことを訴え続け、その声は世界を動かし、2017年7月7日、国連総会で国連加盟国の3分の2を超える122カ国の賛成で核兵器禁止条約が採択された。その後、これに署名・批准する国が広がっている。日本は唯一の戦争被爆国で、核兵器廃絶の問題でも最も積極的な役割を果たすべき立場にあり、国際社会からもその働きが求められているにもかかわらず、日本政府がアメリカなど核保有国とともに核兵器禁止条約に反対の態度を取り続けていることは、被爆者をはじめ核兵器廃絶を求める多くの国民の願いに反するものである。核兵器禁止条約は核兵器の違法性、非人道性を明確に示しており、その発効は核兵器廃絶に向けての大きな前進となる。守山市でも昭和63年に平和都市宣言を行い、核兵器の廃絶を目指し、核戦争防止を強く訴え、のどかな田園都市守山を平和都市とすることを宣言している。本市議会は日本政府が速やかに核兵器禁止条約への署名・批准を行うよう強く要望するものである。以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。令和2年6月25日滋賀県守山市議会議長小西浩二、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣宛てです。皆さんの全会一致での採択をさせていただきますようによろしくお願い申し上げますで提案とさせていただきます。次に意見書第2号について、提出者から提案理由の説明を求めます。3番藤原博美さん。それでは意見書第2号、安易な種苗法改正の撤回を求める意見書を提案させていただきます。この意見書に関しては森山重則議員と小牧和美議員の賛成をいただいています。よろしくお願いいたします。それでは提案理由を読ませていただきます。安易な種苗法改正の撤回を求める意見書、国会で6月17日に継続審議となった種苗法改正案は、優良品種の海外流出防止を名目としつつ、来日は農家の自家採取、自家増殖を原則禁止するとするものです。現行種苗法は、農作物の新しい品種を開発した人や企業に育成者権を認め、著作権と同じく権利を保護していると同時に、農業者が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖については、育成者権が及ばない範囲で21条で原則事業主としてきました。今回の改正案では、この条項を削除し、禁止対象となる登録品種を農家が栽培する場合、種や苗をすべて購入するか、一定の許諾料を払って自家増殖するかを強いられることになります。農家、生産者、負担増となり、ただでさえ厳しい農家経営を圧迫することは避けられません。国際社会は育成者権の強化を目的とした条約でも、農業者の自家増殖を認めています。食料や農業の食物遺伝資源に関する国際条約、2002年に締結されたものですが、国連の農民の権利宣言
2018年は地域の伝統的な品種の保存、利用や自家増殖は農民の権利を定めており、改正案はこの流れに逆行するものです。多国籍種子企業による植物遺伝資源の囲い込みや種子開発競争が世界で激化し、農業者がその支配下に置かれ、生物の多様性や食物の安全、食料主権が脅かされる事態も広がっています。育苗法改正は、農業者だけではなく、消費者、国民の食にも影響します。食は人間の生活の根幹であり、また共有の権利でもあります。育成者権のみを優遇し、農業者の権利と消費者の選ぶ権利を制限することがあってはなりません。優良品種の海外流出防止であるならば、現行法で刑事告訴するなり、海外での育種登録、商標登録をすれば済むことであります。よって本市議会は、種苗法改定案の廃案を強く求め、皆さんの賛同をお願いいたします。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。令和2年6月25日、滋賀県守山市議会議長、小西浩二、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣宛て、よろしくお願いいたします。暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。ただいま議題となっております意見書第1号および意見書第2号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。内容でありますので、これをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております意見書第1号および意見書第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、意見書第1号および意見書第2号については、委員会付託を省略することに決しました。これより討論を行います。発言通告書が提出されておりますので、3番藤原博美さん、16番小牧和美さんの順位により、順次発言を許します。3番藤原博美さん。意見書第1号核兵器禁止条約への署名と批准を求める意見書について賛成討論をさせていただきます。日本に住む私たちは、一発の原子爆弾によって、一瞬のうちに町の人口の約3分の1、広島で約12万人、長崎約7万人もの人々の命が奪われ、その後、放射能の後遺症で、長く苦しめられたことです。原爆がいかに非人道的であるかを知る世界で唯一の被爆国の国民です。子どもや孫たちに二度と戦争をしない核兵器の廃絶を訴え続け、核廃絶を実現させなければなりません。核兵器禁止条約はこれまで国連での核保有国の反対で採択されずにきましたが、3年前、2017年7月7日、国連加盟国の3分の1を超える122カ国の賛成で、ついに採択されました。広島、長崎の被爆者が核兵器の非人道性を不屈に訴えてきたことをたたえ、この条約中には、
被爆者という言葉が3箇所入っているそうです。採択の場にいたカナダ在住で原爆の恐ろしさを語り続けてきた被爆者サーロー節子さんに対し、拍手が鳴りやまなかったという話は記憶に新しいところです。この条約は核兵器やその他の核爆発装置の開発、実験、生産、製造、取得、保有または備蓄のほか、これらの兵器を使用したり、使用の脅かしをかけたりする、脅しをかけたりすることを含め、ありとあらゆる核兵器関連の活動を禁じています。国連が核兵器を全面的に禁止する条約を採択したことは、まさに画期的と言えるのではないでしょうか。しかし残念ながら、米国やロシアをはじめとする核保有国とその同盟国交渉に参加しませんで、その同盟国は交渉に参加しませんでした。朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮にも話し合いに加わってはいません。そして唯一の戦争被爆国、日本が条約に背を背けたことに、国の内外から落胆の声が上がっています。条約が採択された後、その年の9月20日から調印、署名、批准、参加の受付が始まりました。世界で50カ国目の批准書が国連事務総長に帰宅されれば、90日後に条約が発効することになります。今年2020年6月8日に新たにレソトが批准書を国連事務総長に帰宅し、批准国は38カ国となりました。あと12カ国が批准すれば核兵器禁止条約が発効するのです。日本も早く署名することを求めましょう。75年目の原爆の日を前に、折山市議会でも核兵器禁止条約の批准を求める意見書をぜひ採択し、平和都市宣言の決議を挙げられた先輩議員に対しても、また私たちの子どもや孫たちに対しても、胸を張って、私たち現折山市議会は核兵器の廃絶を求めているということを、意思を示していただきたいと思います。皆さんのご賛同を心からお願いし、賛成討論といたします。16番小牧和美さん。それで私は意見書第2号、安易な種苗法改定の撤回を求める意見書について賛成の立場で討論を行います。通常国会が6月17日に閉幕をいたしました。種苗法の改正案は成立が見送られ、継続審議となっております。この改正案は、これまで農家に原則として認められてきた登録品種の自家増殖を一律禁止し、許諾制とするものです。農業者らで作る日本の種子を考える会は、この法律が成立すれば、農家の種取りの権利が著しく制限され、許諾手続き、費用等、圧倒的多数の農家に大きな負担が課せられることとなり、地域の農業の衰退を招きかねないと、強く懸念を表明しています。そして改正案は、農業競争力強化支援法や2017年11月の農水省事務次官の通知に示されている公的な種苗事業を民間に移すという路線のもとに、事実上多国籍企業にその権利を移そうとしていることに根本的な問題があると指摘をしています。一昨年、
種子法を廃止しました。これに続く今回種苗法の改正によって優秀で安価に提供される品種が減り、大手企業と農業ビジネスのグローバル化による品種が制圧されることとなれば、地域社会と日本の食文化そのものも衰えてしまいかねません。国際的にも農民の権利宣言が国連総会で採択されており、地域の伝統的な品種の保存利用や自家増殖は農民の権利と明確に定めています。今回の種苗法改定案はその国連総会決議にも反していると言えるものです。また農水省は今回の改定が日本国内で開発された品種の海外流出防止のためと強調しておりますが、ブドウやイチゴのような登録品種の持ち出しや海外での無断増殖をすべて防ぐことは物理的に困難であり、有効な対策は海外での品種登録を行うことであると農水省自身も認めております。海外での育成者権の保護強化のために日本の農家の自家増殖を禁ずる必要性は全くありません。今回の新型コロナウイルスの感染症は国内の農業を守る重要性を明らかにしました。また地球規模での気候変動による食料不足がこれだけ心配をされている中で、食料聞いてる？食料自給率の低い日本において安定した農作物食料を確保するという観点からも種苗法改正案の撤回を強く求めるものです。以上、森山市議会議員の皆さんのご賛同を広く賜りますよう願い申し上げまして、賛成の討論といたします。これをもって討論を終結いたします。それではただいま議題となっております意見書第1号および意見書第2号について起立により採決をいたします。まず意見書第1号について採決いたします。本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。ご着席願います。起立少数であります。よって本件は否決されました。次に意見書第2号について採決いたします。本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。ご着席願います。起立少数であります。よって本件は否決されました。